はい、皆さんこんにちは、もち TV です。ということで今回もウィニングレブン2017アプリやっていこうと思うんですけれども、なんとねこちらウィニングレブン2018が11月にアップデート配信決定ということで、今日は2017をやるんではなく、ね、2018のアップデートの情報について喋っていきたいと思います、はい、今日はそのウィニングレブン2018、11月になんと、うん、携帯版なんですけどアップデート配信決定ということで、はい、PS4 版だともうすでにね、あの2018の方が、うん、まあ、コンシューマーとして出てますけど、なんとアプリ版も17が5月に出て、はい、もう18ということで、約17がほぼ半月も経ってないぐらいで、うん、変わる、半月経ったぐらいでもう変わるということで、これどんな感じで変わるのかということがね、うん、このウィニングイレブンのサイトというかコナミの公式のホームページの方かな、ね、に載ってるんでね、ちょっと今回見ていこうと思うんですけど、はい、まず概要でアップデートでウィニングイレブン2018に移行ということで、うん、まあ、配信後はウィニングイレブン2017がアップデート、まだアップデートのあれが自動的に来るのかな、ね、で18をプレイできるようになる、そうだ、ね、でまあ、新規でウィニングイレブン2018をダウンロードすることで、まあ、プレイも可能 で、うん、でさらにアップデートの配信後は2017をプレイすることができなくなると。1回2018にすると2017もプレイできなくなるよということですね。でさらに新機能、ここがまあかなりの、うん、普通に超注目ポイントで、フレンドの登録とフレンドとのオンライン対戦が可能になりますということで、うん、これによってね離れてる人とか、そうだね、そうだね、例えば今までだと、まあ、疑似フレマみたいな感じで、うん、みんなで集まって、うん、一斉になんかちょっとマッチングして当たるかどうかやってみようみたいなことやってたけど、これがあればね、そうだね、フレンドで登録してオンラインで対戦するみたいなことが可能なんで、うん、はい、これはかなり熱いんじゃないかなというふうに思います。さらに、登録ライセンスが刷新ということで、まあ2017から2018に変わるにあたって選手とかもね、だいぶ、まあ、所属する選手、例えばネイマールがパリ・サンジェルマン行ったりだとか、デンベレがバルセとか、そうだね、そういうのがいろいろあるので、結局あと選手の能力ですね、うん、が変わってきたりとかもするので、例えば2018年でいうとマチュリーが金になってますね。じゃあ2018年のあれが入るってことなのかな。そうだね、多分2018年のデータが入るんで、2017年のデータとはまた違うと、だから逆に金から黒になった。じゃあ日本代表も多分そうだと思うね、黒から、うん、でも日本代表はまずないでしょ、マイクラブだから。あ、ないか、うん、だからそういう感じなんですけど、まあそんな感じ で現在お持ちの選手のうち2018年に登録されてない一部の選手、これが若干いると。でアップデートのタイミングで18に搭載されている別の選手へ交換。あ、なるほど、これはちょっと分かんないところだけど、まあまあまあそんなにいないでしょうということで、でさらに、試合がさらに面白くなりますよということで、今までねクラシック操作の、操作のチュートリアルっていうのはねアドバンスでしかなかったけど、そこのチュートリアルも、なるほど、クラシックの方のチュートリアルもプレイできますよと。おもちゃ TV はちなみにクラシックですね、うん、で試合中、監督の戦術、これを攻撃的と守備的に切り分ける、切り替えることができる。あの監督の戦術の時にオフェンシブとディフェンシブがあったね、戦術で。そうで、これが いまいちね、そう、なんでこれがあるんだろうみたいな感じだったんだけど、これがね切り替えられるようになって、なるほど、ね、要は前半ちょっとね、うん、攻撃的にいって点決めて、最後後半に守備的にいくみたいな、そう、そういった戦術の切り替えができるようになっていて、これはねかなり面白みがあると思います。でさらに試合のバランスが調整されるということで、ウィニングイレブンっていうのは毎作毎作、例えば2016年2017年、今で言うと2018年ですけど、それぞれ使用感が全然違くて、2016年の時は例えばフライパスが強かったりとか、2017年の時はまた違った、うん、まあ選手にボール直に当てるパスとかが速くなってたりとか、うん、パススピードとかも全然違ったりとかするんで、これはね意外と、試合のバランスが調整されるっていうのはかなり今までの、とは違う強みが出てきたりとかするのかなと言った感じで、試合中の、HUD、まあ、表示物、これも刷新されますということで、うん、もしかしたらこれあれかな、あのボール支配率とか、あの2018で出てくる、あ、ドリブルの距離とかそういうのが出てくるかもしれません、ね、まあ、あれはまあちょっといらないかなって感じなんですけど、うん、でより遊びやすくなるということで、うん、更新期間、今選手の契約更新、うん、これの GP およびマイクラブコインが従来の半額、これすごいね、うん、これはすごい、これすごいよ、うん、で、予想新たにということで、まあ、音楽が変わったりとか、うん、あとはまあインターフェースですね、そうなんだ、多分そういうアプリの、マイクラブのインターフェースとかが変わると、うん、で対応機種同じで、はい、獲得した選手とかも、まあ、引き続き使えると。これここだよね、みんな気になってたのは、うん、まあだから
今ねクリスチャーノ・ロナウドとかオモチャ TV の6凸したりとかネイマール6凸したりとかしますけど、それもそのまま引き継げるということで、これ大丈夫なのかなっていう、個人的にはまあ来年の5月ぐらいに2018出して、ね、うん、また新しく1からっていうのが、まあ、大体ウィニングイレブンって毎回、例えば今回の PS4 の2018年も、うん、来年の2019これが出たらもう全部もう別ソフトなんで、そうだ、ね、また1からっていうのが普通なんですけど、なんと18の場合は引き継ぎと。そうだね、これすごいよ ね、ま、ね、これは素晴らしいというか、まあ、でもなんか今後どうするのなんか、ミラーとかもね、うん、もうゲットしちゃったし、それこそね、まあ、レジェンドの選手が出てきたりそういうのがあるのかもしれないし、またねワールドカップとかも来年になると出てくるので、あ、まあ、そこら辺のタイミングで、うん、まあ、19とかに切り替わったりとか、したりとかもするのかなということで、ね、結構また面白そうかなというふうに思います。とりあえず、まあ、大体は、こんな感じかなということで、これはさアップデートっていうかライブアップではあるとは書いてないかな。そうだね、一応選手のデータとか、所属クラブだとか、あとまあそのあれだよね、所属チームの多分あれもちょっとブレがあるから2017と2018違うから、 そこ変えてみたいな、はいはい、ところで、基本的に機能としてはとりあえずフレンドの機能が追加されると、これがでかいよね、一番でかいよね、うん、いうのが、まあ目玉になってるらしいんで、あとはやっぱりみんながね気にしてた選手を引き継げるのか引き継げないのかっていうのがね、うん、引き継げる大体の選手は引き継げる、それも嬉しいよね、すごいね、はい、まあ、なんか一部で2018で収録されてない選手の場合はちょっと、なんか違う選手と交換というらしいんですけど、うん、まあでもその有名な選手で、うん、あの大体それはいないんで、引退しちゃった選手とかなのかな、それはミュラー大丈夫だよね、ミュラー全然いるよね、いるよね、うん、だってもうもはや18人いるし、うん、まあそれ全然、あとね、大問題が一つありますね。まあこれ次のあれでもいいけど、2018になると帰ってくる選手がいますよ。誰だ？レバンドフスキです。あー！会長レバンドフスキが、帰ってくるのでね。あ、そっか。まあ、これはまた、帰ってくる選手とかはね、ちょっと2018の方で調べておいて、選手としてね、ちょっとデータとして集めようと思うんですけど、まあこういうね、ちょっとビッグニュースみたいなのもあるので、ね、まあ11月おそらくだから今9月なんで10月丸々1ヶ月10月中旬にね、またあの本公式サイトにて、うん、で今はフレンド機能追加だけですけど、モチテレビ的にはぜひねライブアップデート、うん、そうだね、これを搭載してほしいなみたいな感じで思ってたりとかもするんでね。ライブアップデート熱いね、はい、まあ、とりあえずでもフレンド機能は確定で、あと選手引き継げるということなんでね、うん、まあ18年もそうだね、楽しんでアプリ ね、 そうだね、ガシガシやっていきたいというふうに思います。そうだね、熱いね、はい、これなんか書いてあるね、これ多分スポンサー契約というか、あーなるほど ね、 ね、あのあ、ね、はコナミが持ってますよ、はいはい、みたいな、アカウント、ね、南米が多いね、今熱いパリ・サンジェルマンはいない、いないの、あ、いないな、でもまあ、ね、あの使ってるんで18で使えるんで、ね、ということでこちらもね2018で、まあ、また情報がね随時なんか公開されたらまたそういった情報もね喋っていければいいかなと思います、うん、ということでまた次回の動画を見ましょう。さよなら。